マバナーです、マバナーズルーム、メガロボックススペシャルですね、2回目ということで、今回は音響監督の三好圭一郎さんを追加でお招きいたしました。三好です、よろしくお願いします。お願いします。で1回目に引き続き監督、森山監督、よろしくお願いします。はい、で、お伝えしてきた通りですね、質問をたくさん SNS でいただいておりますので、それに今日は答えていこうという。で、ここからは、はい、三好さん仕切っていただくということで。ありがとうございます、はいはい、ちょっと今日本当にお招きいただきありがとうございます。最終回本当に素晴らしかったですね。そうですね、はい、もうね、一気でバイクバー来て突っ込んで、はい、で最後バイク社長に渡すっていう、あの構成完璧ですね。よかったです、うん、だから僕さっきツイッターの話ちょっと聞いてましたけど、はい、割と最近ツイッター結構見てて、はい、一気の時そういうのなかったんですけど、はい、熱心なファンの方がツイッターでいっぱいつぶやかれて結構見てるんですよ。その中一人の方が今僕が言ったことを言ってましたよ。あ、本当ですか。山猫さんとかっていう方で三好さんの気持ちではなかった。僕のじゃない。あ、なるほど。今ただ借りて言っただけですけど。あ、分かりました。じゃあ、質問がねいっぱいツイッターでいただいてるんで、はい、ちょっとあのお二人にね中心に答えていただこうということなんですけど、はい、ノマドの映像と音楽素晴らしいと、はい、現代の傑作です。質問は、なぜスペインの文化がジョーの、戦いの、うん、あ、償いか償いの焦点として選ばれたのか、はい、そしてスペイン語を話すのは難しかったのかということです。スペイン語を話す私が聞いても彼の発音完璧でしたっていう。嬉しいですね、これ多分スペインの方からいただいた質問なんですね、はい、それどうですか。いや、もうそう言っていただけると、うん、ね、もう言うことないぐらい嬉しいです、ね、うん、僕らもあのそのネイティブでスペイン語もちろん話すわけじゃないんで、あの、うん、正解か不正解かすらもわからない状態でやっている中でこういうふうに言っていただけると、うん、ありがたいですよね。すごく嬉しいですね、うん、あのエンディングのね、ママナさんの歌のスペイン語もすごい完璧だったっていう評判ですよね。本当にあの佐々木真さんっていうね、あのスペイン語の歌を歌われる日本人の方にこう指導していただいて、うんうん、だ自分がこれでいいだろうと思うと、うん、ダメですって言われるんですけど、これでいいのかなと思うと完璧ですって言うんですよ。分かんないですよ、まだにね。本当佐々木さんの、ね、指導が素晴らしかったですよね。素晴らしかった。田中さんの、ね、歌唱の時もずっとついてやっていただいて、うん、あ、そうですね、そうそうそう、チーフのね、そばで見てましたけど、はい、よかったですよね。よかったです、はい、じゃあ次の質問にいきますね、はい、メガロボックス、お話や音楽がとても大好きです、はい、いつもありがとうございます。ノマドのオープニングの曲や映像やジョーの髪型などが70年代頃の映画を思い出して見ていてワクワクします。70、80年代頃の映画や音楽でお二人が思い入れのあるものがあったらお聞かせください。そうですね、あのもちろん70、そうですね、その頃、まあ、そうですね、詳細を言うと多分60年代70年代ぐらいかな、あのアメリカニューシネマであったりっていうのをやっぱ自分がすごく影響を受けてるのもあるんで、おっしゃる通り多分そういう自分が好きなものを絵にしたところでそういうふうに受け取ってもらったんだろうなとは思うんですけど。そうですね、うん、ちょうどあの音楽の打ち合わせするときにね、はい、あのトムスさんの方で一度に返したときにやっぱり映画の話とか、はい、あ、そうですね、ね、当時の音楽の話どんどん飛び交ってましたもんね。そうですね、うん、山村さんいかがですか、この質問は。僕はですね、まあ、生まれたのが僕80年代なので、うん、結構ブレードランナーとか、うん、なんかあの今だとリメイクされてる、うん、マッドマックスとか、はい、マッドマックスはあれか90年代ですか、ね、あれ、うん、80? 80年代ですかね、うん、だから80年代の影響が僕は意外と大きいですかね。そうですね、僕も子どもの頃は80年代だったんで、うん、やっぱその頃原体験として見てた映画ってやっぱそういうものが多いですね、うん、僕全然ノマドと関係ないですけど、うん、はい、日本の割と昔のねポップスとか大好きで、うん、あと大竹一さんとか、はいはい、達郎さんの古い頃とか、はい、あの辺が割と原体験なんですけど、あ、そうなんです。あ、そうなんですね、うん、そうなんです。それ全然関係ないですね。いいいい。じゃあ次の質問ですね、佐久間は藤巻さんとはまた違った意味での悪役で、はい、非常に考えさせられるキャラだと感じました。お二人の佐久間という人物に対する印象をちょっとお聞きしたいと。完全懲悪の話ではないんで、あんまり悪役っていう作り方はしてるつもりはないんですけど、
うん、なので何ていうんですかね、あのいわゆるその映画によく出てくる、うん、あの作られたそのサイコパス的な犯罪者みたいなものにはあまりしたくなくて、うん、ただまあ彼はそういう側面もあるん で、 そ う、 です、ね、そういう見せ方をいかに何ていうんですか、あんまりこう漫画的に見せずにうまくやれるとこのキャラクターは成功するだろうなとは思ってたんですけど、いやでも本当造形が見事でした ね、 いやでもね、うん、役者の小林千佳弘さんのお芝居もそうですけど、いや多分まあそこなんだと思いますね、うん、素晴らしかったですけど、うん、で馬場さんはその佐久間のテーマを作ってくれたじゃないですか、はいはいはい、サントラだとちょっとタイトルが違うのかな、はい、ロスコっていうテーマになってロスコのテーマ、ね、今回サントラで一番自分で作ったやつで好きなのってあげろって言ったら、うんうん、トップ3の中にロスコのテーマが、これ時間時差で申し訳ない、申し訳ないけど、あれ結構いいの作れちゃったかなっていう感じがあって、うん、いいですね、都会的でね、そうあれのなんかこのベスの神経のあれを、はい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 、通称なんかこういうのあるじゃん、CG みたい な、 たいなあそこで使ってたのがすごくなんか、うん、ロスコの陰謀のなんて言ったかな、巨大さをこうあの音楽で醸し出してる感じが、ここに今ねちょっと音楽メニューを持ってきてるんですけど、はい、その佐久間のテーマを発注した時に書いた文章をちょっと読みますね、はいはいはい、狡猾、狡猾、まあ、これキーワードですけど、で無機質なダークな世界、見た目は可愛い若い青年キャラなので前作の藤巻ほどヘビーにはしたくない、はいはいはい、っていうだけなんですけど、はい、だからあれがちょっとこうなんですかね、こう悪のてか黒い部分の佐久間で、でもうちょっとこの会話のシーンとかのちょっと洋の佐久間はもうちょっと別のを作ってくれっていうような話で、なんか2パターンぐらいあるんですよね佐久間のテーマ。今回の劇版ってやっぱりそのカーサ編と、うん、それからジョーが万が一に戻ってきてからのその音色がやっぱりだいぶ違いますよね、はい、その構成として ね、 そ、 ね、うん、その森山さんどうでした？そうですね、うん、まあ、それをやるのが今回のテーマですもんね、でもあったんで、うん、まあ、ガラッと前半スパニッシュな雰囲気から、うん、前回よりアップデートされた、うん、まあ、メガロボックス の、 そのヒップホップを交えた音楽というか、に移り変わっていくっていうところがなんかうまく、うん、そうですね、素晴らしい劇版でそれが表現できたので、そこは本当まばらさんすごいなと思って、うん、あれだけね空気感の違う音楽をね、ラテンな雰囲気とね後半と、そうですね、見事でしたね。ラテンは難しいですやっぱり、うん、コード進行もシンプルなので、はいはい、バリエーションまたつけるのが結構大変だったりとか、そうですね、そこは結構苦労したってことですかね。3話や9話の南部さんが出るシーンでかかっているピアノの曲、まあ、最初あの不穏な、ね、トーンから始まるあの曲がものすごく好きです、うん、1期2期通して一番好きかもしれない。2期の南部さんのテーマなのかなと思ったんですが、11話の万が一が再出発するシーンでもかかってました。この曲の背景や制作に込めた思いが伺えると嬉しいですという質問、はい、ね、ご意見がありましたが、あれですね、最初のメニューだと、はい、万が一のテーマという形で馬場さんお願いしてたんですよね、はいはい、ですよね、はい、そう、それがさっき の、 動画でもありましたけど、ジョーが手を伸ばしてね南部とこう、うん、はいはいはい、あのシーンで使ったのが印象深かったって話ですけど、はい、泣いたシーン、そうですね、はい、あの選曲なかなか大変でしたよね。そうですね、これサントラだとホームカミングっていう曲のことなんですけれども、多分一番僕の中でもすごく象徴的な曲、一曲で、尺も長いんですけど、なんていうんですか、その絶望的な不協和音からスタートしてだんだんとその高揚感の方へ傾いていって、すごく多幸感あるエンドになっていくっていう、一曲の中ですごくちょっと複雑な構成がある一曲なんですけど ね、 これもね、音楽メニューを読みますと、不安と希望、で帰郷したジョーの後悔、不安からの熱量アップ、うん、高揚、希望へと変換すると、はい、で不協和音から祝祭へ行くという、だその一曲の中である種絶望からだん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 希望の明かりがっていうような構成を一曲の中でちょっと作って、はい、なかなか全部乗せみたいな、ね、強引な、はい、いやいやいやあれでしたけどね、見事なね展開でしたね。いやいやいや、これもだから三好さんのその使いどころというか、うん、フルで使わないとあまり意味がない曲というか、これってだ本当はね5話まで撮っとこうと思ったんですよ。あ、はい、帰ってからの、そう、あの話を見た時に、うん、いろんな曲はめてみたんですけど、はい、ですドンピシャだった、ここだなと、そうで森山さんも OK していただいて、うん、はい、それでもここはこの曲でいこうみたいな感じで
さすが、さすがですね。さすがなんです。僕じゃないです。さすがなんです。はいはい。選曲はね、本当大変でしたね、いろいろね。いや、楽しかったです、ね。ここでの戦いがすごくて。というふうに伺ってますけど。そうなんだ。まあ、例えば最終回でね、はいはい、ボクシングシーンで最後に、前期のね、メインテーマが。あ、はいはいはい、あ、そこ、あれは一致してたんですよね、意見がね。そうですね、あそこは一致してましたね。僕、最初にオープニングの曲をはめようかなと思ってたんですけど。はい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 。オープニングの曲って1話でしか劇版では使ってないんで、あ、そう、最終回で一回本編で聴きたかったっていうのが、はい、もう一回聴きたかったってのがあったんですけど、まあ森山さんに却下されて、却下とかではないですよね。ちょっと言い過ぎましたけど、話し合いの末に話し合いになったと。というやり取りをここで結構して、はいはいはい、それであのうちのサウンドミキサーのね、はい、佐々木くんに投げて、はいはい、で彼がうまいこと編集してくれて、はい、形になってるということなんです。佐々木くんの力もすごい大きいんですよ。ね、後ろで言いますけども、はいはい、1と2を通して一番お二人が好きな曲あるいは好きなキャラ、エピソードがあれば、まあ、さっきちょっとね、はい、エピソードの話ありましたけど、そうですね、曲を1曲挙げるとしたら、さっきベスト3とおっしゃってた、はい、1つ聞いたんで、あと2つ後でゆっくり聞かせていただいて、はい、森山さんは今回、あ、すごく1期2期を通して言うとどうですか。うーん、どれも思い入れあるんで、なんか選ぶのは難しいんですけど、はい、あ、特にやっぱ、うーん、すごい、なんかフランスかなんかのあれでインタビューでなんかそう、それにも答えてたんですけど、うん、あの、そうですね、あの劇版だと、なんだろうな、あの、まあ、さっき三好さんがおっしゃった最終回の、試合のシーンで流れている、はい、曲なんですけど、あのドラムベースのね、そうです、そうです、テンポなどんどこどんどこって、どんどこどんどこ、あれは本当サントラだと盛り上がる曲でしたね、はい、タイトルがちょっと何、一期の時はドライブが好きって森山さん言ってましたよ。大好きです、ドライブが、とにかくもう、そう、ありがとうございますって言ってましたけどね、やっぱなんかバイクでジョーが走ってるシーンに使いたい曲というか、うん、あれがやっぱ自分としてもすごく思い入れがあるんだなと思いましたけど、やっぱりバイクとジョーっていうのは本当に切っても、ね、そうですね、切れないっていうか、相場っていうなんか話でしたね、うん、馬の西部劇で相場のような、あ、あの、ああいうシーンをなんか印象的に作りたいっていうのがあったんで、小野さんはベスト3のうちあと2曲は、僕はですね、クライマックスっていう、うんうん、2期ですか今回の、あ、2期です、はい、あの両方とも、まあ、直近だっていうのもあるんで、あの僕両方とも、はい、ノマドの方なんですけど、うん、クライマックスっていう曲と、はい、うん、コンフリクトっていう曲で、両方とも多分バトルのシーンで流れてた、クライマックスが多分今僕が言ってた話ですね、一緒の曲ですね、あれがあの印象的な三連のリズムっていうか、あの、タタ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 、あのリズムに対して最後あのラッパが鳴るんですけど、あれがちょっとこうラテン感もありし、バトル感もありで、そこをちょっとうまく合わせられたのが良かったかな、あれも本当印象的な、印象的な曲でしたね、僕はね、やっぱりビーストなんですよ、お、もうこれ一気に2で、あの曲が一番好きで、で今回あの12話、はい、12話で、マックとジョーが決戦に向かうとこね、はい、あの12話のラストシーンで流れる曲ですね、ユーリとジョーが河原でね、カッペリで喋ってるあのシーンから流したんですけど、あれはまあ前期に対するオマージュでもあり、まあ、ちょっとそこをねわざと重ねてみたんですけど、はい、あれはドンピシャでしたね、やっぱり、確かに、前期はあそこに小町さんのラップが、ね、あ、そうですね、乗ってるんですよね、はいはいはい、インストではなかったですけどね、あの曲の静かな高揚感っていうのはね、ちょっといつ聴いても震えます、本当に大好き、ありがとうございます、あれ一番最初に上がってきたデモじゃなかったですか、一期の、あ、そうですね、まあ、ね、そうですね、メインテーマ上がる前の、うん、お試しみたいな、そうです、そうです、そうです、流れですよね、そうです、本当はあれはあの採用しないはずだったやつ、そうですよね、劇場の中ではね、で途中で使っていいよっていう話だったので、あれはすごい好きですね、ですね、はい、作品の中で音楽の使い方が印象的で大好きです、でノマドのために作った曲で一番最初に作った曲と最後に作った曲を教えてくださいっていう質問が、最初はあれですよね、オープニングですよね、ですよね、最初に、そうですよね、どうでしょう、で、うん、で最後はあのあれですよ、あのタイトルが、ライズアップダイヤモンドインザスカイ、うん、これやっぱもう本当に構成通りですね、そうですね、あの曲に至るまでもね、いろいろ YouTube で、そうですね、やり取りしながら、こんなイメージですか、
そうですね、飲みながらジャニスとかいろいろ出てましたね、あの年代の音楽ですよね。そうですね、ソウルミュージックというか、うん、そこが素晴らしかったです、ね、ちょっと土っぽい感じというか、あれ最後 の稲穂はあれ稲穂ですよね、はい、稲穂です、あの描写がすごい美しかった、ね、あ綺麗でしたね、綺麗でした、ね、車の窓越しに、すごい良かったです、いいですよね、いいラストシーンに、南部さんもね、あの明日はあそこしか喋ってないですけどね。いましたね。乗ってましたよ、ね。いいセリフでしたね。最後ね、何回もやりましたけどね。素晴らしいですね。ここで、そう、斉藤城さんが素晴らしい。あ、何回もやったんですね。そうなんですね。そういえば今回あのね、ご本人が、そうなんですよ。山田さん出てませんでした。すっかり忘れてたあれ。あ、そうです。あの、まあ、コロナのあれで、まあ、そうですよね、今回はあの、うん、そうそうそう、声はあれだなと思ってたんですけど。多分マバナさんに、あのマバナさんを出していいですかって言ってましたね。それが結構前だったんですよね、うん、結構前でした ね、うん、時間が経ってたんですね。いや、びっくりした僕あれ、うん、そうそうそう、あ俺だって、そう、あ俺だと思って本当に。その前にギターつまびくね、チューニングしてる あれもね、ちょっとね顔は映ってないんですけど、マバナさんのなんか動画を参考に作画されたって。あ、そうなんですね、うん、ギター弾いてるところの指輪、あのマバナさんにあのムービー撮ってもらって、はい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 、それ打ち合わせの時言ってましたもんね、ちょっと映像送ってくださいって、ね、いや本当はもうちょっとあの12話で、マバナさんが劇中登場するんですけど、うん、もうちょっと長く登場する予定ではあったんですけどね。本当セリフ取りたかったですね今回。いやいや、もうマックと最後会話する時にね多分ね、あの100テイクぐらい撮ることになると思うのでご清聴ありがとうございますとかね言っていただければ。本当に声優さんすごいなと思いました。本当そうですね、うん、はい、もう声優さんの力は今回素晴らしかったですね。です、はい、うん、あ、ちょうどこの質問がありまして、はい、今の話ですけど、12話でストリートミュージシャンがママのさんでびっくりしました、はい、あれは監督の遊び心ですか、マバナさんはご存知なかったのでしょうか。一の声出演に続きとうとうご本人の出演おめでとうございますってメッセージがありました。これはどなたのアイデアだったんですか。どなたでしたかね、まあ、ストリートミュージシャンっていうのは脚本上で決まってはいたんですけど、はいはいはい、それを造形をどうするかってところは、まあ、最終的に僕が決めたのかな、まあ、自然と、自然とというか、まあ、あの歌をね、マバナさんに歌ってもらうってなったんで、はいはいはい、じゃあもう顔作るならもうマバナさんでいいじゃないかっていう。いや嬉しいですよ本当に、やっぱその、ね、実際 そのアニメの世界に入り込めないっていうのがもう辛い部分でもあったりするじゃないですか見る側って入り込めたっていうのがもう登場人物ですもんね。そうですね、いや嬉しいです。であの歌をきっかけにマックが再起を誓ってそうです ね自宅家に戻るっていうきっかけですからね、うん、はい、マバナさんへ質問ですね、はい、完成したものを享受している側なので、はい、音楽を作ること自体が未知の領域なんですけど、はい、シナリオを読まれた時に頭の中で音が聞こえる感じなんでしょうか。またシナリオでなく小説など読まれた際にも音が聞こえたりするもんですかっていう質問が。なんていうんですかね、こう映像を見た瞬間に鳴ってる音っていうのがもうある程度は来るんですよ。だけどそれがドンピシャなものがまあ最初は当然来るんですけど、それだとこうつまらないかったりするんですよね、あのハマりすぎちゃうと。だからある程度そのちょっとこうお客さんには分からない程度に外すとこ外したり、あのなんていうんですかね、ちょっとこう音楽として耳が若干いくような仕掛けを、ちょっとそれは長くなるんであれですけど、ちょっとしてたりするんですよ。多分いきなりメロディーの1フレーズが浮かぶっていうよりは、はい、なんか例えばその楽器の一つであったり、そうですね、そういうのがパッと降りてくる感じ。そうですそうです。うん、それは結構パッてすぐ来るんですけど、それがあの三好さんに気に入っていただけるかどうかはまた別問題なので、うん、そこをちょっとこうあのシナリオとかともう一回読んで、果たしてこれでいいのかっていうのをメールのやり取りいっぱいしましたけど。でもデモが本当に毎回毎回ね、うん、かなり完成度高くてね。いや本当にもう全く、うん、そうですよ。ダメっていうのは別にないですもんね、うん、基本的には、うん、これはっていうのはないですよね。ないですね。もう本当に真野さんのセンスが素晴らしすぎて、うん、はい、はいはいじゃあちょっと、じゃあ森山さんにですね、はい、インタビューでハチドリと旅人についての詩をはじめに真鍋さんが書かれた、あと監督が詩を元に絵本を作って持ってこられたとお話しされていましたが、ハチドリと旅人はその時にはすでに結末まで決まっていたんでしょうか。
前のインタビューでどう答えてたかちょっとあんま覚えてないですけど、あれはまあ脚本の中で絵本を出すっていうのは決まっていて、で最初に僕の方で大体のベースみたいな絵本の内容は作ったんですよ、はい、でそれを真鍋さんの方に渡して、きちんとした、今本編で流れてる状態の形式に、直してもらったっていうような流れなんですね。そうですね、その段階で決まってましたね。わかりました。はい、はい、ちょっと先に急ぎましょうかね。すいません、はい、いやいや全然、はい、そうですね、音楽絡みで前作と今作とで音楽の違いもとても印象的なんですけども、はい、まあ、何回か本編中にね1作目の曲も使ったというのがありまして、この場面で1作目の音楽を使うと指定決定された時の裏側なんか少しあれば教えていただけないか、1期の曲をここで使うみたいな、はいはいはい、これはそうですね、三好さんにも伺いたいところではあるんですけど、ね、やっぱりあのモノクロの映像が回想ってことで、うん、やっぱり1期の曲をね、例えば社長のテーマとか、はいはいはい、そういう、こう象徴的なマガジン、ね、マガジンのテーマってのはやっぱり使って、はいはい、少し音楽の力を使って過去にタイムスリップじゃないけど、はいはいはい、引き戻すみたいな効果とすごくありましたよね。そうですね、やっぱり前の前作の曲が流れるとふっと気持ちごとやっぱりあの時間に戻れる感じはあるんで、だからやっぱり音楽の力が本当に大きくて、さっき累戦なんか5回、3回でしたっけ、3回泣いたって話を、はい、僕自分で選曲しといてね、さっきあのビーストが好きって言いましたけど、あの12話のあの曲かかった瞬間にねじわっとくるんですよ、わかります、また来たと、でね、社長がチン漫画家って書きして、ね、彫ってたあそこの文字で、見ててくれよおっちゃんみたいなね、あのセリフの村瀬さんが素晴らしいんですけど、あれちょっと泣けますよね。いや、すごくわかります。だから音楽の力が非常に大きくて。ありがとうございます。もちろん絵の力も素晴らしいし、で役者さんのねセリフのお芝居も素晴らしいんで、その三位一体のね効果が、ね、なかなか今回は相乗効果といういい感じでいけたんじゃないかということで、そろそろ質問は終了ということになりましたが、はい、マパンの絵の質問はあの僕個人のツイッターとかで答えるので、答えられてないやつは、はい。だいぶ聞いた感じなんで、はい、俺が最後になんかファンの熱心なファンの方に、あ、そうですね、なんか森山さんがね、はい、途中で、なんか死なないでとかなんかあったじゃないですか、熱心なファンの方はこう例えばチーフが死んだ後とかに、はい、結構うわ森山監督残酷だとか、なんか森山監督ね、いやもちろん愛情込めてでしょ、はい、いえいや、でもなんかさっきも第1回目の方でもちょっとお話ししてたんですけど、アニメを見てもらって、そのキャラクターに死んでほしくないとか、残酷だとかっていう気持ちを抱いてくれるっていうのはすごく嬉しいしありがたいことで、きちんと自分たちが作ったものをなんか生きたキャラクターとして受け止めてくれたんだなっていう、 そこが返ってきたのはもう本当に嬉しかったですね。だから皆さんがこの作品を通じて自分の人生とか ね日常とか、もちろんこれからのことも含めて、こうね、自分のことのようにこう感じてくれる、 そうですね、そういうきっかけになった作品って意味でも、いや、それは本当名作じゃないですか、この名作ですよ、歴史に残りますよ。いや残ってもらえると嬉しいですけど、森山監督の、ね、名前もと共に、いや本当素晴らしい作品でしたけど、はい、まあ、もう三好さんあっての、いや、とんでもないです、あれさんあっての、じゃあそんなところでですか、はい、そうですね、最後、はい、あ、いいですか、はい、プレゼントを唐突にこちら、ごめん、これプロデューサーの藤野さんが隠し持っていたものをですね見つけていきまして、これを前作のサントラですね、はい、一期のサントラサイン入りということで、はい、僕と森山監督、あ、三好さんもサイン入れたらいいですか、いや入れちゃえばいいんじゃないですか、いいですいいんですか、サインなんて書いたことないですよ、契約書、あ、そうですか、はい、じゃあいいです応募方法はメガラボックスのツイッターをご覧くださいということで、で、よくあのキーワードを、ね、あの最後書いてくれというのがありますけど、じゃあキーワードを三好さんにしましょうか、お願いします、はい、じゃあキーワードを三好で、ハッシュタグ三好でいいんですか、はい、ハッシュタグ三好と書いていただければ応募できるそうなので、よろしくお願いいたします、アルファベットですね、はい、はいはい、ということで再三なりお伝えしてますけども、メガロボックス、はい、ノマドメガロボックス2のブルーレイボックス、
はい、特装限定版ということでエンボス加工されております。こう重厚な、早く皆さんに触ってほしい、触ってほしい、これ撫でながら見ていただきたいと思いますけども、これが7月28日に発売されます。はい、ということでこちらもぜひとも買いましょう、買いましょう、はいはい、お買い求めいただければ。そうですね、はい、この絵も全部モネさん一人で全部描いてますよ。あ、はい、どれぐらい時間かかるんですか、これ1日ぐらい、なのそんぐらいで描いた記憶があります、ね、この着色も含めて1日で描く。あ、そうですね、なんかツイッター見てると森山さんがどんなあれを使って絵を描いてるのかとか、どんなツールを使ってるんですかとか、結構質問ありましたよ、絵を描かれるツイッターの方。あ、もうすごいアナログですね。あの気に入ってるブランドとかあると思う。いや、もう全然ないですね。何でも、もう何でも、道具は何でも。あ、本当、 iPad とかで書くんじゃないですか、 PC 上でこう。あ、両方ですよ、あの鉛筆使う時もあります。これはもうデジタルで書いてますけど、デジタルに見えないですよね、こうこうアナログ感がすごい。あ、そうですね、うん、もう何でもできますからね。もう画集みたいなの出さないですか今回の設定画の本とか。いや、そこら辺あのたっぷりこの中のブックレットに入ってますんで、あの楽しんでいただけるように作りましたんで、はい、はい、あとマモナさんのサントラもね、サントラもね、結構あのレコードで出してくれっていう、あ、いいですね、バイナルで出してくれる海外の人からよく、あ、それはいい感じです、はい、はい、ということで、ではマバナーズルーム、メガロボックススペシャルということでお送りしてきましたんで、引き続き配信の方でメガロボックス何度も見ていただければと思います。監督の森山監督と音響監督三好さんをお招きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。